タウンニュースつべつ。北海道の一大産業、農業。その農業を支える農協こと JA。 JA つべつにはこういう部署があるんです。営農支援室。海外からやってきた巨大な機械。こちらでは畑を掘っている。今回は農家さんを支える陰の存在、営農支援室の挑戦に迫ります。皆さんこんにちは。住民企画課の水野です。上原です。今日は JA つべつさんにお邪魔しています。 JA つべつにはこのような部署があるんです。営農支援室の久保さんです。こんにちは。こんにちは。営農支援室ではどのようなことをされているんですか？はい、一応ですね、営農支援室では、幅広い、仕事をやらさせていただいておりまして、メインとしましては、持続可能な、農業の確立に向けてというところで、組合さんのですね、営農を総合的にですね、サポートする、そんな仕事を、やっております。お仕事の現場を見にまず訪れたのは本気地区のビート畑。こちらには真っ赤で巨大な収穫機が。こちらは2017年に購入されたドイツ製の自走式大型ビート収穫機、テラドスです。テラドスはつべつ、みほろ、ところ、オホーツク網走の4農協で組織される協議会が導入しました。全長およそ14メートル、高さおよそ4メートル、お値段はなんと8500万円。特徴はその収穫方法にありました。1列ずつ掘るんですけども、これは6列掘りですね。今までやってるやつよりですね、4倍から5倍、地上掘りよりも畑に対するダメージは少ないというのが特徴です。収穫されたビートは美幌町の製糖工場に送られ、私たちにおなじみの砂糖に。収穫調整含めて、どの畑に入るかどうかですね、コントロールしていくということです。国の実証事業も営農支援室が窓口でやってましたので、引き続き今年1年はですね、営農支援室でやってるということです。もうこの機械が主になりつつありますね。このような大型機械を導入し効率化を進めたり、畑の改良などを農家さんと一緒にしたりするのが営農支援室の大事な仕事。労働力不足とか、そういった部分が多くなってきているので、今はそういった労働不足を解消するにあたり、畑作なり畜産なりのそういった営農支援の関係を、支援させていただく、そういったことを。そして北海道農業に欠かせないのが輪作。欠かせない品目ですよね。まずね、畑作農業をやる場合について輪作というのがあります。これをですね、4年輪作を確立するための一つの品目としてですね、非常に大事な作物です。その輪作において頼りになるのが畑指導のスペシャリスト、木俣さんです。農業改良普及員というのを、30数年やってましたので、そこで培ったノウハウをなんとか現場に還元できたらなというふうに思ってます。その生育途中のですね、状況を見ながら、それに合った技術対応を、お願いするというような感じですね。同じ作物を作り続けますとですね、同じ病原菌だとか同じ虫だとかがそこに住み着いてしまいますので、そのバランスよく作ってもらうことが、そういった連作障害というふうに言われてるんですけど、そういったものを回避する技術の一つということで、つべつの中では一応畑作物4品と言われる、麦、芋、豆、ビートですか、それをうまく回しながらですね、そういったものを回避して収量性を上げていくと、今はその緑肥作物、一般的なその販売作物ではないんですけれども、そういった緑肥を作って、それを畑に突き込むことによって有機物を保管してやるといったことも、一つ重要な部分かなと。
そういったせっかくやった肥料をその土にとどめるというための土作りですね。そのやった肥料はしっかりと土にとどめるといったような部分でも有機物を土壌に施応するっていうのは重要になってきます。営農支援室ではさらにこのようなことも。土地基盤整備事業ってありますけども、そちらに関しましてもですね、営農のサポートとして関わりをさせてもらっております。この整備事業による農地整備がこちらの畑で行われていました。国営事業によりますと暗渠排水工事を行っております。雨が降ったら表面の水を下に浸透させる、素早く畑の水を取り除くための合成樹脂管を地下に埋設しています。雨やなんかで降った水を速やかに排除、もしくは地下水やなんかを、取り除いて農家さんのトラクターやなんかの機械を入りやすくしています。他にも傾斜を直したり、地中に埋まっている石を取り除いたり、北海道開発局が主体となっている農地整備事業では、農家さんが畑を管理しやすく効率よく作物を作るために様々な土台作りを行っています。営農支援室では事業内容に基づき農家さんと工事の調整を行っています。営農支援室は国営事業をサポートする、このいった事業が速やかに行えるように、支援しています。将来的には町内のすべての畑を整備し、スマート農業を導入させ、機械作業の効率を上げることが目標。傾斜地や排水性の悪い畑だと、そういった機械が入られませんので、農地の整備をすることによって、最新の機械も入れるということになります。そのスマート農業の実証実験が今年の夏に行われました。運転手さんはハンドルに触れていません。このトラクターは自動で動いているんです。スマート農業とはデジタル技術を活用して少ない人手で効率よく高品質な作物を作れるようにしていく農業のこと。経験が浅い人でも農業に取り組みやすくなるんです。生産者の評価も含めてですね、やっぱりこれからの農家の規模拡大に合わせて省力化を進めていく上では、やっぱりこの技術は導入していかないといけないというふうに手応えを感じてますね。この技術はそうですね、とても見た目は綺麗ですね実際やっぱ使ってみるとすごい楽だなっていうのと、一人でもできますし、そこまで技術がない人でもセッティングさえしてあげれば。こういう技術を導入しないと有給地が出るということですね。山に返すのかということです。畑を山に返さないために、畑は畑のまま将来とも作るためには、こういう技術を導入しないと生き残れないということです。土作り、畑作り、収穫サポートのほか、農業経営の指導まで。営農支援室はまさに農家さんの広報支援の要。そんな JA 津別営農支援室が掲げる未来は、すべてのですね、人物機械等をですね、一箇所に集約して、そこがコントロールしてですね、JA の子会社 100% の第一が実動部隊としてですね、このビートのコントラクターだとか、現在やっているバレーションコントラクターだとか、そして素資料のコントラクター、そして労働力の分配、その次には小麦だとか、すべての品目を含めてですね、営農支援センター構想を中心として、津別町の全体的な作物をコントロールしていくと。すべては高品質な作物を安定して消費者に届けるため。JA 津別は農家さんとともに進化し続けています。営農支援室のお仕事はスケールが大きくて驚きましたね。これからの津別の農業がどのように変わっていくのか楽しみですね。それでは津別町役場からのお知らせです。この番組は津別町がお送りいたしました。では皆さん、また次回元気にお会いしましょう。さよなら。
せーの、ツッ。